ブルートレイン、富士、はやぶさのラストラン撮影に集まる人々鉄道撮影とは、鉄道を主題とした写真、動画のの撮影をすることである。特に列車を専門にしている場合は、列車撮影とも呼ぶ。また、鉄道趣味の中心として、鉄道車両などの撮影を楽しむ鉄道ファンのことを、近年は撮り鉄とも呼ぶ。鉄道事業者主催のイベントで、 写真撮影を楽しむ鉄道ファン、東京総合車両センターの一般公開にて、鉄道趣味としては最も古くから行われてきた、基本的な形態の一つである。日本においては、明治時代に撮影された、岩崎、渡辺コレクションが、当時の鉄道を国名に記録した資料として、伝わっている。昭和初期に創刊された、鉄道趣味雑誌も、写真撮影に主眼を置いていた。 さらに趣味から進んで、鉄道写真の撮影を専門とするプロの写真家である、鉄道写真家も存在する。撮影対象は、鉄道車両、駅舎や橋梁などの構造物、風景写真としての鉄道撮影、沿線の生活や、日常風景、鉄道関係者や利用者などの人物にわたるまで、多岐に及ぶ。撮影の目的や、手法も、 多種多様である。写真撮影の愛好家は、以前はフィルム式の一眼レフカメラを用いるのが代表的であったが、現在ではデジタルカメラを用いるのが一般的である。動画撮影にはビデオカメラを使用する。また、高画質カメラ付きスマートフォンの普及に伴い、スマートフォンでの写真、動画撮影も増えている。撮影手法も様々で、 駅近辺や駅構内で撮影する、あるいは同じ列車を追跡して何度も撮るなどの手法がある。撮影地で目的の列車を待つ鉄道ファンたち少しでも良い写真を撮ろうとするあまり、フェンスを破壊してまでカメラレンズを入れてしまう者も,もいる。これは犯罪行為に当たる。画像は補修後の状態。補修されているところの色が異なる。鉄道撮影は、 古くから存在し趣味として発展を遂げてきた一方で様々なトラブルが繰り返し発生させている。鉄道ライターの杉山淳一は鉄道ファンの事情作用は期待できないとした上で違法行為や受任限度を超える行為に対しては身柄を拘束し法的措置を講じるべきだと主張している。マスメディアではこうしたトラブルが取り上げられることは多いものの鉄道趣味誌では マナー問題についてほとんど取り上げられることがない。これは商業誌として内容に採算性が見込めない手にや、鉄道趣味誌は広告にカメラ、写真機器メーカーが多数占めており、撮影マナーへの言及がスポンサー批判に見られる可能性があるためである。鉄道ファンではマナーの問題はファンの自主性を最優先すべきという方針から、 トラブルに関する読者投稿をあえて載せなかったことを明らかにしている。その後同志は、口述する2010年のジョイフルトレイン、アスカの列車妨害事件に際しては、公式サイトで注意喚起の記事を掲載するとともに、マナーに関する特集を企画しているとしたが、2020年現在まで、そのような特集は掲載されていない。一方、 鉄道ダイヤ情報などの撮影をメインとした雑誌では、写真撮影に関する注意事項が必ず掲載されるようになったほか、JTB 時刻表の2015年9月号の特集、いつまで会える国鉄職を取りに行こう。の記事中で撮影マナーに言及する写真雑誌の朝日カメラで、鉄道写真のマナーを考える特集が掲載されるなど、これらの問題が、 健在化しつつある近年では変化が見られる。運行中の車両に対し走行中、停車中を問わずフラッシュを焚いたり照明を使用して撮影することは運転の支障となり非常に危険なため厳禁である。東京メトロや東京都交通局などフラッシュ撮影禁止を明示している鉄道事業者も多い。また、 フラッシュ撮影は危険行為のため乗務員から注意を受けることがある。2006年には東日本旅客鉄道新潟支社が当時では異例とも言える鉄道ファンへの注意喚起の案内を公式ウェブサイト上で二度にわたり公開したことがある。2017年1月、京王電鉄は列車撮影時における禁止行為を書いたポスターを駅に掲示した。 他にも、駅構内や公式サイトで撮影に関する注意や、禁止行為を明示する、鉄道事業者が増えている。2017年5月2日、東日本旅客鉄道の高級クルーズトレイン、トレーンスイート式島の運行開始列車が、上野駅から発車する際、乗車口の13番線ホームは、乗客と報道関係者以外立ち入らせず、その対角となる14番線には、 回送列車を留置させ、14番ホームからの撮影を、遮蔽した。鉄道事業者によっては、ファンの集中によるトラブルを避けるため、引退車両のラストランなど、セレモニーイベントを実施しない例や、あるいは、申し込みや抽選による、限られた人数で、撮影会や、部品即売会のみを行う例もある。撮影地について、鉄道撮影趣味者と、地所有者や、 沿線の住民、農家などの間でトラブルが起き、その後立ち入りが制限されたことや、侵入者対策として、鉄道事業者や、土地所有者が大型の安全フェンスの設置などを行った、結果、良好なアングルで車両が撮影できる、いわゆる、撮影名所が消滅した場所もある。一例として、東海道本線、山崎駅近辺の、サントリーカーブ。 東海道本線桜宿川駅近辺の宿川カーブ、北陸本線新引田駅近辺の波と原ループなどの撮影位置が挙げられる。その一方で、鉄道事業者側が撮影者との共存共栄を図ろうと、鉄道撮影スペースの整備を図る例もある。IGR 岩手銀河鉄道では、鉄道写真家桜井博の提案により、約100万円をかけて、 滝沢駅、上りホームセンターに安全に、鉄道撮影ができる専用スペース、トレーンスポッター S が整備され、2017年10月14日より、開放されるなど新たな動きも見られる。この滝沢駅の撮影専用スペースについて、桜井博史は、おそらく、日本書としている。なお、これと全く同日に、越後と決め駅、鉄道も、 線路敷内に降りて撮影できるスペースを日本儀駅に設置している。ありがとうございます。